わしならしこたま殴ってしまいじゃろうが。そうでした。でだ、この土地で最悪にあったなら、まずつくも神が関わっていると見ていい。つくも神？キリハさんみたいな。一緒にするな、愚か者は。よく聞け、つくも神は大きく二つに分類される。それが気に入らない？バッカじゃない。そんな状態になりたくてなれない男がどれだけいると思ってんの？第2回、まさかの時のサークル合宿。雨降って時間没。陥没しちゃダメじゃん。絶望したっす。なんだそりゃ。結果良ければ終わりよし。でも私は男の人とは付き合わないんです。ごめんな、試合やったのに。いいよ別に、どうせ最近部活で試合してるし。バスケ部の試合明後日やんな。頑張って。ドリブルを教えてください。コンラート機関長。なんだね。ジレット隊からの連絡によると、チャイカがアバルト伯爵邸から皇帝の遺体を盗んで逃走したそうです。あの、尾形チエリです。よろしくお願いします。あ、友達。そうなんだ、素敵な友達だね。ああ。でも先輩と友達どういうこと？どうした？あのね、プリントとひなこ特製ノート、昨日お休みしたでしょ。だから。まさか彼女にあんな一面があったなんて。行動はちょっとあれだけど、好きになった理由は結構まともだったんだな。デリシャス。あんな後でよく食べられるね。すみません、ショートケーキ追加。あんな後だからね。最後の一人まで悪を滅ぼす、それが今の時代より良いとは思えない。じゃあどこに行くの？かつて私は世界の果てまで見たいと願ったことを思い出した。目的地などいらない、私はまだ旅の途中だったんだ。すごい、儀式が成功しました。さあ、ユマチに大魔の力を。まさかのスルー。なんて極上の生命エネルギー。星の守護を持つ者、セーラー戦士自ら食らいついてくるなんて、ラッキー。バルスとして迎えてくれたるわ。マンドラゴラバッター。ママママ。ん？なんだいアナナ。料理長が包丁を貸してくれないのよ。ぬいぐるみを切りたいのに。そりゃ困ったね。逃げる、この私が。私は大悪魔サタニキア。私の辞書に逃げるという文字は存在しない。取られた。そうかも、優子ちゃんを初めて見た時から友達になりたかったの。一人が好きなのかと思って話しかけられずにいたんだけど、やっと友達になれて嬉しくって。なんでそんなに友達になりたかったんでしゅ。猫のヘアゴムが可愛かったから。ゴッドイーターレゾナントが劇場始まりました。え、私？お、失礼しました。私は神木亮、何を隠そうゴッドイーターレゾナントオプスの主人公です。え、じゃあなんで本編に出てないのかって？真打ちは遅れて登場するもの。どうしよう、このままじゃ。これって電柱伝っていけば、もしかしたらこのまままっすぐ行けたりする？いや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 、さすがにゲームのやりすぎだって。私は女子高生で伝説の暗殺者じゃないってな。はあ、やだやだ、影響されすぎ。これがゲームのってやつかしら。元気出して、私嬉しかったよ、ユリちゃんが私のために頑張ってくれて。ほら、一
一つずつ分け合いっこしよう。キョリちゃんは赤い方。カノ、いいの？お、ほら、似合ってる。まあ、その時はその時でこっそり後をつけるつもりでしたけど。なあ、なんなのお前、そういうことしてなんか楽しいの？あ、だって、もし先輩が変なお店とかに入るとこ見られたりしたら面白そうじゃないっすか。エッチな DVD とか買う現場なんか見られたら超笑えるだろうなって。おうおう、これは踏みぐらそのものが甘そぎということか。下がっておれ。